こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。昨日2019年7月23日に、出しました最終骨子のですね、処遇改善加算の動画の中に誤りがありました。皆様、大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。動画の中にですね、法人単位の申請が可能であって、でそのためですね、リーダー級職員は法人の中に一人でいいっていうことをですね、私申し上げてたんですけれども、本日、ある方からご指摘をいただきまして、はい、再度、確認をさせていただきました。平成31年のですね、4月の12日に出ていました介護報酬改定に関する Q&A、 こちらのですね、問15号ですね、最後の問15番、介護職員等特定処遇改善加算については法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取り扱いが認められる範囲はどこまでかというところに関しまして、法人単位で月額8万円の処遇改善となるものの設定確保を行う場合、法人で1人ではなく一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要であるということで、事業所を例えば5つしてたらですね、5人の設定が必要であるということが分かりました。設定することが困難な事業所に関しては実態把握にあたり、その合理的理由を説明することによって設定の人数から除くことができるとはあるんですけど、具体的に Q&A で説明されているものでは法人単位であっても事業所に1人、設定しないといけないということになっておりました。こちらを私が、見落としていたことに、なりまして、昨日の動画が、ちょっと誤りの部分が出ております。大変ご迷惑をおかけしました。それに伴ってですね、昨日の動画の、削除も検討しましたけれども、私自身ですね、今後のことも考えて、動画のタイトルにですね、注釈を入れさせていただいて、で、この情報は誤っていますということで、こちらの動画に対するリンクと、あとご指摘をいただいた方への、のですね、詳しくご説明されているところがありましたので、そちらのリンクの方をこの動画に、貼らせていただくことで、動画の削除は行わない意向であります。ただ、皆様からのご意見とかですね、ありましたらですね、削除も検討いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。